最初に宮崎駿からのメッセージをもう一度お伝えしたいです。リドが、とても好きなところで、今回招待いただいたのに参加できなくて残念です。皆さんにくれぐれもよろしくと、まず最初にお伝えしたいと思います。今の質問に答えますが、今回の作品は2008年のポニョから5年ぶりです。ポニョが終わったすぐあと、2008年の終わりから、宮崎さん少しお休みになるんですけども、2010年あたりですね、今回の作品の構想がまとまって本格的に制作を開始した2011年、12年と。で、今回日本で、大変に成功しています。現在も興行が続いています。多くの日本のお客さんはその作品がそれまでの宮崎さんの作品とは違うということに、いろんな意味でびっくりもし、またとっても感動してるんだと思います。今日は限られた時間ですけれども、いろいろとお答えできればと思います。よろしくお願いします。今回の主人公の堀越二郎というエンジニアについては、宮崎さんはずいぶん昔から、それこそ若い時から研究をしていた人物です。ですから、長い間彼の中に温めていた一つのテーマだったということがあります。実在の人物、1930年代の青春、また難しい時代に生きた人という意味で、実在の人物がとても宮崎さんにとっては大事な存在。ただこれをアニメーションにするということに関しては決断に時間がかかったんだと思います。プロデューサーの鈴木敏夫が説得する形で、宮崎さんぜひともやるべきだよ、宮崎さんはアニメーションは子どものものというふうに思っていることが大きかったんですけども、プロデューサーの鈴木さんは宮崎さんがその堀越二郎のことをずっと気にして勉強して研究していることを知ってましたので、改めて今回やるならばこの作品を、そして1930年代40年代という長い時代、長い時間ですね、挑戦してほしい。ですから大きな挑戦の作品であったということだと思います。決してその歴史をこう時間を追って具体的に起きたことをノンフィクションとして描くのが今回のチャレンジではなかったんです。やはりこれは堀越二郎、主人公ですね、実際には主人公っていうのは堀越二郎そのものに加えた構成で出来上がったキャラクターですから、やはり個人に光を当てた、一人の若者に光を当てたというところがこの作品での一番のチャレンジだったんだと思うんです。ただしその背景が大事なんですね。どういう時代だったのか、
だから震災であったり戦争であったり結核であったり、当時どういうようにラブストーリーが直子と出会って生まれていくのか、そういうことも全部含めて若者に焦点を当てた映画になったんだと思います。ボンジョルノ、ピアチェレ、予想の見終わりた気持ち、この挨拶がどうしても言いたかったんです。そうですね、今回は宮崎監督ってやっぱりこう世界中から愛されてて誰もが知ってて、でそういう遠い存在に会えるだけでも今回いいと思ってたんですけど、直子さんが声に決めていただいて本当にもう全力でやりたいなと思いました。結構昔の日本の時代が描かれてるので、自分は生きたことない知らない時代のことなので、鈴木プロデューサーから勧められた昔の映画を見ました。吉永小百合さんのキューポラもある街という映画を見ました。昔の人はとても生き方に対して潔い、ある種とってもきっぱりしていたところがあった。なのでそういう雰囲気を直子さんにも出してほしいと最初に言っていただいたので、私も覚悟の定まった声というのを、そういう魂を